友近のサタデーミュージックボックス。なんといっても緊張の CM は何年、ね、続いてますかあれ。もう山瀬まみさんじゃないとダメなんでしょあれおそらく。すごいよ。バラドルの走り。まあまあ、イクエちゃんとかもいましたけれどもね。バラドルの走りといえば。でもまあ、イクエちゃんはバラドルというか、やっぱり、のの女優さんであり、まあ歌手か。そうよね。歌手がメインか。イクエさんは。 けどまあ、そのタレントとしてね、ずっと今も輝き続けてるって言えば、山瀬まめさんの先輩になりますけれども。でもう、うわ、ほんまや、山瀬まめさんやってなる人多いでしょ。男性で言うとやっぱ中山秀さんね。長いですよ、秀さんも。ほんで、ずっといいポジション。ねいいよね。そうなりたいわけですよ、やっぱり芸能人は。 まあ、歌手の人とか、俳優さんとか女優さんはいるんですよ。タレントというポジションで残るのが難しいんですよ、これ。歌手で言うと、そら、聖子さんだってそうやし、そら、キョンキョンだってそうやしね。80年代の人ですから。俳優さんも女優さんも、昔から出てる人いっぱいいますよ。そんなん言うたら吉永サイルさんなんかもうじゃ何年手続けてんのよってなるからね。けど、バラエティに出てるタレントさんで、出続けるのが一番難しい。 今で言うたら、じゃあ、小島瑠璃子ちゃんとか、中村あんちゃんとか、菊池亜美ちゃんとか、えシェリーとかね、ローラとかが、じゃあ20年後同じポジションでずっと出続けてるかということですから。まあもちろん出続けてる人もいるでしょうし、そこからまたステップアップして成長していい仕事もらって、 安定感があるな、この人みたいなことになるのってほんと難しいからね。いやー、やわせまみさん考えさせられるわー。すごいなー。うん。いいね。<laughs> あとね、やっぱね、私、 謎なのがね、さっきも名前出ましたけど、井森美幸さんなんですよ。井森美幸さんは、私すごく仲良くさせてもらってるんですけどもね、プライベートでご飯とかも何度か行ってます。で、よくテレビとかにも行ってますけど、井森さんは絶対プライベートなことは喋らないと。で、家も誰にも明かしてないし、マネージャーも知らないってね、言う。のもう、どえらいとこ住んでんちゃうかとか、どえらい人ともしかして付き合ってんちゃうかみたいなね、噂が流れてますけど、でもそこは私も、 続けないとこなんですよ。どんなに近くになっても、そこ誰もね、踏み込めないというね。あんなにバラエティでネタにされて、突っ込まれて、何かちょっとバカにされて、みたいなキャラクターで、何よーみたいなんで明るく振る舞ってんのに、そこ触れられないって、これまたちょっとすごい存在だと思うんですよ、私。井森さん、一番謎かもしれないね。 だからやっぱり山瀬伊森これすごいんですよ。ツートップですわ。あん。二人で料理コーナーもやってたでしょこっちは映ってましたかねわかんないですけど。ああ山瀬伊森は怖いな。そこを目指すように、やっぱりバラドルの人は頑張った方がいいですね。はい。ということで、メール行きましょうか。鹿太郎さん、ありがとうございます。 僕にとって愛媛は思い出のある場所なんです、ということで。鹿太郎さんは愛媛の方ではないんですね、うんえ。というのも学生時代、東京ラブストーリーを夢中で見てたんです。そこでどうしても完治と理科のあやい,い傘の落書きが見たくて、友達とはるばる愛媛まで舞台である学校を探しに行きました。いろいろ探し回って。 やっと小学校にたどり着いて落書きを見た瞬間、感動で泣きそうになりました。もう20年前の出来事ですが、ふとあの落書きまだちゃんと残ってるんかななんて思います。ということで。私はもうね、地元ですから、地元でも、あのー、愛媛の熊町っていうところで、ちょっと私が住んでるところからは遠かったんですよ。車でまあ1時間半から2時間行かなあかんかな。でもやっぱり行きましたよね。その当時、学生の仲間らと、あの、あやいがさ見に行こう言うて、 で、うちらが行ったのもちょっと遅かったのかなそのリアルタイムで行かなかったというか、うんと、何年後かに見に行ったんですよ。あ、なんでか知らないですけど、すぐ行かなかったんですよね。ほんなら、もういろんな人が、その柱の周りに真似てアイライガサを書いてるわけですよ。好きな人との名前を彫って。だもうグッチュグチュになって、何がないならわからなくて、なんやったらそれに被せようと書く人も出てきたみたいで、そこだけにもカバーがされてましたね。 漢字と理科のアイ映画さんのところを、プラチックのカバーをバーンとこう、上にこう貼っつけて、そこで、なんかテープかなんかで貼ってたのかな皆さんが触れられないように、被らないようにみたいなことをやってましたけど。で、その熊小学校は確か、廃校になって、もともと廃校やったったかなどうやったか潰れちゃったのかなでもその柱だけは置いてあるっていう情報は聞きましたけどね。 でもやっぱみんなそこは観光スポットになってたんで行ってましたね。あと、倍バイシンジっていうところの遊園地があるんですけどね、姫に。カンチと赤なリカがもう一遍やり直せるならそこで待ち合わせしようって言って、待ち合わせするわけですよ。で、指定の時刻があるんですけどね、この電車に乗ってそこに着けばリカと会える。小田裕二さん。 ま、感じですね。感じが、その時間に行くわけですよ。そしたら、理科はいないわけですわ。理科が言ったんですよ。この時間に待ち合わせしようやいうのに。せやけど、理科は、その一本前でもう去っていったというね。なんやそれはという。ただ自分からも、やっぱりあかん、も森なるみさんと一緒になってくれということで、自分は去っていったんですよ。そこの梅津寺の駅、これもまたあの観光スポットになってね、みんながそこで、バンダナを巻いて、 くくりつけるというのも流行ってましたけどもね。うわぁ、月9、ええー、な、やっぱ。あの頃の月9はもうほんま見てたわ。ああ一番最初の月9はアナウンサープっつ物語だけどね。皆さん覚えてますかアナウンスプっつン物語っていう。実際にあの、フジテレビのアナウンサーたちが出てるわけですよ。言うたらあの、つゆ茂さんとかも出てたりとかね。あと、や木あきこさんとか。 山村さんとか、うん、もうその頃の現役のバリバリの売れてたアナウンサーが出て、田代、田代まさんさ、出とったな、多分な、あの辺出てたね。はい。いやー、面白かったなー。あれが月9の一番、一番最初の、な,なんていうの第1企画 <laughs> っていうんですかね。そっからまあ、東京ラブストーリーもあって、 そこから見てないわ。私、東京ラブストーリーからもう月く見てないんちゃうかな。もう20年見てないってことになりますね、そうなると。はい。そのやっぱり主題歌が最高でしたね。聞きましょう。リクエスト曲で来てますから。小田和正さんで、ラブストーリーは突然に。この前奏、世界一いいよね。うわーってこう鳥肌が立つ。いろんなこと思い出しますわ。ほんまに。 東京ラブストーリーは面白かったなねえ。仙道秋保さん、有森奈美さん、江口洋介さん。で、東京ラブストーリーと、あれがちょっと混じるわけよ。え、江口洋介さんも、鈴木ほ乃みさんも出てたから、愛という名のもとに。ね。あれ、キャスティングちょっと似てたよね。どっちがどっちかわからん。あの、チョロが出てたのは、そっちやもんね。中野さんがね。 ああ、そうです、そうです。いや、あの頃の面白かったな。もういっやってくれんかな。っていうか、あの頃の芸能界に降りたかったな。あの頃の芸能界におった私、誰と仲えいいんやろな。80年代で仲良くなりそうな人誰やろう。わあ,ーあー、どうやろうな。現役のバリバリのアイドル、ちゃん とは仲良くなってないかなぁ。私がどういうポジションにおるかにもよりますけどね。今の芸人のポジションで80年代にポンと行ったとしたら、まあでも、アキナさんとか自分から近づいていってるかな、やっぱ。せけど、派手なグループにはおそらく入れないから、なんだかんだ言ってやっぱ日の美香さんと仲良くなってるかもしれないですね。<laughs> 芸能人水泳大会も、そはやっぱり、スタイルとかもあるしね。ビキニも切られへんし、キャピキャピできへんし、騎馬戦でやるって、相手の帽子をこう取るときに、脇が気になるし、その時代は永久脱もないでしょそうなると制限されるからね、活動が。ああ まあ、芸能人末大会呼ばれてないな。ただ、大磯ロングビーチのあのみんなの泊まってたホテルには行きたいから、覗きに行ったりはしてるやるけどね。マネージャーに、ちょっと、歌のところで出してや、みたいなこと言ってんのかな。ほんで、前乗りちょっとさせてもらっていいかな。大磯ロングビーチで。あのホテルで。で、誰と誰が付き合ってるかちょっとこの目で確かめたいねとか、言ってんのかな。<laughs> ちょっとほんと今のこの私で80年代に行ってみたいわ。いろんな遊びできると思う。なあ。電話番号の交換とかももちろん携帯もないからね。歌番組とかでひなに座って、横に座ってる人に渡すわけでしょ誰々が誰々渡してたで、言うてすぐ噂流して。なあ、面白いわ。いやー面白い。うん。 楽しいなやつ。あ、そういう妄想をちょっとこれから私、休み時間にしよう。休み時間 <laughs> 空き時間ね。うん。さあ、それでは、もう一個曲いこうかな。山内圭介くんがね、やっぱり、いろいろとお世話になって、あ、そうや、もう情報会議になったからいいんや。そうそう、水谷千恵子さんとね、山内圭介さんが、デュエット曲を出すことになりましたんでね、9月2日に、恋の話をしましょうね。はい。 これが出るにあたって、まだ曲はこれ出来上がってないんですが、山内くんの曲、スポットライトというのを聴いていただきましょう。こちらです。ね山内くんももう今年こそ紅白行くんちゃうかって言われてますけどね。はい。まあ、山内くんとのそのデュエットはどんな感じなんでしょうかね、千恵子さんに。じゃあちょっと近況聞いてみましょうか。千恵子さんお願いします。どんまい,ちいこのよっしょラジオ この横石ラジオでございますあの、ケイちゃんとはね、あのー、いい感じでレコーディングも終わりましたし、PV も撮りましたし、いい感じでしょあのー、リンゴがハートになったような感じのね、ものが、こう、ふわっと、あ、これ言っちゃダメなんだ、まだ。まだかなうん、あのー、いつ解禁かとかよくわかんないから、チェコ。教えられないからさ。でも、9月に出るのは確かです。 ね、情報解禁をもうしましたからデュエットを出すのはもう OK なのよ。 で、恋の話をしましょうねっていうのが A 面で。今 A 面 B 面ってあんま言わないのかなでカップリングが縁歌という、ご縁の縁に歌って縁歌ね。うん。そして、えっと、水森先生が、もうけいすけちゃんとはもうずっとタッグを組んでる。あの、水森先生が作曲。そして作詞が双葉慶太郎。これは、チェコがずっともう、あの、天使の香りはいませんかも。作詞、作曲してくれたあの、双葉、正人の文化生のね、双葉慶太郎。うん。 トばケイ太郎が恋の話をしましょうねを書いてくれました。あと演歌の方はね、そは水森先生。そして作詞の方が、あの、お笑いでずっとあの放送作家とかをやってた倉本みずるちゃんって方うん、あの方が書いてくれたみたいで。また二つともね、すごくいい歌なんですよ。恋の話をしましょうねは、情熱的な感じのね、ちょっとポップな感じ。 あの、踊りたくなるような曲調かなリズム感のある。で、演歌じゃないんじゃないと思うんですけど、二人が歌うとやっぱ演歌になるわけ。それが不思議よね。二人のこう、コラボ、ジョインをぜひ皆さん聴いていただきたいと思います。演歌の方はね、やっぱり演歌だなって感じ。うん。通天閣のなんかこう、近くで居酒屋から流れてきそうな曲。 二曲ともすごくいい曲なんでね、ぜひ皆さん、あの、発売されたら CD 買っていただきたいなと思います。このラジオでもね、あの、いっぱい流したいなと思ってますので。できたらその曲でね、本当になんかこう、いろんな番組に出てさ、木八も出てさ、火曜コンサートも出てさ、紅白なんていうことも言われるけれどもね、まあ、紅白は本当それはわかんない。いろんな事情がありますし、いろんな、やっぱしがらみもあるし、な、まあ、チェコは何度も何度も辞退してますしね。うん。 じゃあ今回はオファーがあったらのかよみたいなこともなるから。まあそれは時が来たらお話しするんですけれどもね。でまあテレビ東京さんの年忘れ日本の歌の方の兼ね合いもあるし、そちらのお付き合いもあるし、ぜひまあ年末年始はぜひこの歌を聴いていただきたいなって思ってるんですよ。お願いします。では、なんかね、こんな法律本当にあるのみたいなコーナーをちょっとチエコやってみたい。 いきます。どこまで本当かわからないけど、世界の国の変な法律条例を発表します。これはイギリスのスコットランドで、トイレを借りたいと言って玄関をノックした人は必ず入れてあげなければならないという法律があるんだって。どういうことだってさ、日本でさ、まずじゃあチェコ、今一人暮らしでしょで、トン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 って、あの、ドアがノックされて、トイレ借りたいんですけどって言ってさ、 知らない人入れないよね、普通。それをトイレ借りたいんですよっていうのがもう聞こえちゃったら終わりってこと絶対に開けなきゃいけないってことなんだ。でもその人がさ、ナイフ持ってたりとかピストル持ってたりとかさ、どうすんのって話でしょそれは、でも誰がそれを判断するかってこと。だって警察とか裁判官とか見てないじゃんこの状況。これだから自己申告なのかなわかんないけど。こんなのは日本に取り入れちゃダメ危ないから。 アメリカ・アリゾナッシュ。夫は月に一度だけなら、妻をひっぱたくことを許可する。意味がわかりません。なんでですかそれを許すとか許さないとか、それが法律になってるのが意味がわかんない。でもさ、あの、暴力反対って言うけど、チェコはね、あの、できない人とかダメな奴はね、一遍ガツンと言っていいと思ってる派だから。うん。だから、こういうこと決めるとさ、 あじゃあ一回ならいいんだって、やる人が増えてくるっていうのもよくないと思うからさ。アメリカ、アルゾナーシュ、これは日本に取り入れちゃダメです。そんな感じでいいのかしら、このコーナーは。まだまだ続きますけど、また今度ね、これを発表したいと思います。以上です。じゃあ今月の一曲いきますよ。大井豊ちゃんで女の嘘です。どうぞ。はい、ということで、もうあの、チェコで締めましょうね。 うん。あの、お役もありがとうございました。はがき。来ないからメールで募集します。はがきもいいのよ。ともちアットマーク ABC1008.com です。おはがき郵便番号530-8012、ABC ラジオともちかのサタデーミュージックボックスまでお寄せください。ということで、あのー、まあ、ちゆこはね、こうやって、あの、おしゃべりっていうのはね、言っても、 歌手だから、閉めるとか、ラジオをこう、時間内に閉めるとかっての苦手なタイプ。だから、あ、ちえこさん、こういうのって苦手なんだなと思わないでちょうだい。でも、今から友近ちゃんにバトンタッチするとまた時間がなくなっちゃうから、今日はちえこが閉めるってことに。それでさせてもらうわね。はい。ということでありがとうございました。また来週も聴いてください。バイバイ。